はい、皆さんこんにちは。自然と遊ぶシティリバーズチャンネルです。今回も山に食えるもん取りに行ってきました。キノコがたくさんあるといいなって思っております。今回の動画はちょっと長めとなってしまいましたので2回に分けてお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください。このチャンネルでは自然と遊ぶをコンセプトに動画作りをしております。チャンネル登録高評価していただけると動画作りの励みとなります。それでは動画ご視聴ください。どうぞ。はい、子供がナイスな栗拾いました。でかいね、これいつも拾ってる山栗よりでかい。ナイスじゃん。ねね、よく見つけた。前売り場で売ってた栗じゃない？売り場で売ってた栗サイズだね。でかさがすごい。よかった。はい、なんか出たばっかのキノコ見つけました。なんだろう、土かぶりかな。白くてこんな形のは土かぶりの可能性あるんですけど、ちょっとひっくり返してみて。なんでそれでひっくり返すの？ちょっとこれ傷つけてみる。乳液が出ないかな。もうちょっとピーってやってみて。出ないね。これあ出たな。ちょっと出てねえか。出てる？ちょっと分かんねえや。出てないか。出るんだったらこれあの土かぶりなんだよね。白い乳液でも乾燥しても変色しないんだよね。うん、ちょっと似てるけどね、土かぶりに。出ないタイプかな。でこれに似たキノコで、ハツ系の黒ハツとかあるんですけど、それはもう毒キノコなんで絶対に食べないでください。似たキノコでニセクロハツとかクロハツっていうのがあるんですけど、それはすごい毒キノコです。で土かぶりだった場合は一応食不適なんで食べれると思うんですけど、とっても辛いみたいなんで、まあ食べる人いないでしょう。土かぶりかハツ系ですね。ベニタケかかな。出たばっかのキノコでした。はい、なんかキノコ見つけました。悪いね、キクバナイグチかな。あ、そうだね、キクバナイグチですね。一応食えるみたいだけど食ったことないんで味わかんないです。ぐちゅぐちゅになっちゃってね、もう古い。多分キクバナイグチ。はい、なんかキノコ新鮮だね。これ猿の腰掛け系のキノコですかね。なんか食不適だけど食えそうなキノコ。なんだろうこれ、猿の腰掛け系のキノコだと思います。海綿竹系かな。謎キノコよく見るけどね、あんま調べてねえからわかんねえや。なんか新鮮なキノコですね。綺麗ですね。テングタケ系の毒キノコですね。見た目はとっても綺麗で食えそうだけど、おそらく毒ですね。だけどあっちにもある。ん、どこ？あ、白いキノコあんね。ちょっと待ってて。ここ危ないから。ここにもなんか白いキノコ。あ、これも可愛らしいキノコだね。あ、なんか花みたいなキノコじゃない？前回撮ったね。謎キノコ。とっても可愛らしい。はい、松王子ゲットです。どう？嬉しい？綺麗で嬉しい。綺麗だね、状態。匂い嗅いでごらん。どういう匂いする？いい匂い。うん、ちょっと固めなんだよね、松王子は。でもとっても美味しいキノコです。ゲットしました。やった。あともう一個ここに生えてるんで取ろうと思います。ガン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 見えないかな。あ、失敗した。はい、松王子です。すごい綺麗なキノコだね。はい、はい、うまそうな赤い実見つけました。うん、食べてみよっか。どんな味するんだか。物は試し。あ、落ちた。よし、物は試しでいただいてみます。まず渋、すごい渋いさくらんぼの味がします。あ、まず。はい、皆さん食べれるキノコ見つけました。これは奈良竹もどきですね。ちょっと傘ひっくり返してみ、
ここにツバがあればナラタケなんですけど、なければナラタケもどきです。食べるときに注意が必要で、ちゃんと火を通して食べてください。でこの茎の部分じゃなくて、こんな感じで上の傘の部分を取って食べます。じゃあ取っていいよ。いいよ、どんどん取って入れて。この中入れてね。汁物にしたりして食べるととっても美味しいです。入れていいよ。どん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 回収していきます。ナラタケもどきです。お、なんか柄の部分も食べれるんだけど、なんかお腹壊しやすいみたいなんですよね。は、うん、そんな感じで食べてください。ナラタケもどき、お、やったね。やった。自然と遊ぶシティリバーズチャンネル。超でかいのボーが。楽しいね。楽しい。これ取れる？ちょっと古いのはいいよ。ちゃんと丸いこういう綺麗なやつ取ってきます。これ綺麗。これいいでしょ。どん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 。まだ回収。ナラタケモドキはキシメジ科のナラタケ属のキノコですね。だいたい紅葉樹林に夏から秋ごろ生えます。面白いね、取るのね。うん、なんかプチっていく、似たキノコでコレラタケってあるんだけど、それはもっとテカテカヌメヌメ、もうちょっと茶色いんで、それ食べたらコレラって名前がついてる通り毒キノコなんで腹壊すよ。死んじゃうかもね。自己責任で取って食べてくださいね。ちゃんとキノコが分かる人と一緒にキノコ取りはしてください。子供がなんか可愛いキノコ見つけた、見せて。なんで？あー、なんかなんとかしめじとかそういう感じかね。食べれるか分かんない。バイバイ。バイビービーね。はい、皆さん、一瞬舞茸かと思って見ましたけど、全然ね、瓦竹でした。残念、騙された。はい、動画の方いかがだったでしょうか。山に食材を取る前編の動画をご視聴していただきました。栗や松王子、奈良竹もどき、もう食べれる食材をゲットできましたが、後半ではさらに新しい食べれる食材をゲットしていますので、ぜひぜひぜひお楽しみにしていてください。このチャンネルでは自然と遊ぼうコンセプトに動画作りをしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。